画面って言います。勘弁っていうのは弁を観察するって書いて勘弁って読むんですけど、じゃあまずはじめ勘弁方法。さあ、まずはここで初めに今日の弁はちゃんと気持ちよく出ましたかと、出たか出なかったかの選択肢があります。で、出たを押すと自分のうんこについて色と形を選択することができる。まあ、例えば赤色のバナナとか、あとなんかこんな感じに赤色のバナナは、なんか説明が入りますね。血が混ざってる場合があります。こんな感じでその色とか形に合わせた説明が入るようになります。まあ今回は例えば異常系の赤色で水溶下痢状の場合とかだと、こんな感じでさらに詳細な診断が求められます。赤い食べ物を食べたから赤色の場合なのか、普通に病気で赤色なのか、あと血とかでその、まあ、血がついたのか、もし仮にひどい腹痛とか出る状態さらに赤い状態だと完全に、まあ、異常なわけなんですけど、日々の変化を感じ気づくこと、それが重要なのよ。もしなんか赤い便が1日出るだけだったらまだいいんですけど、こんな感じ数日続くような病院に行かないと、もしかしたら大腸がんの可能性があるので、ね、こんな感じの警告を出してくる。で、次に、今の勘弁でそのウンモって呼ばれるガチャ用のアイテムがもらえるんですけど、それで、メディウムっていう少女たちを召喚することができる。やりましょう。プロの方が来たんで、こちら変わっていいですか。はい、大丈夫。